メンヘラくんだよね。怖い怖い怖い。え、かっけえ。なんか思いっきり床ドンしてきたって。おい、これいつ脱走するやつくんねえ。攻略部っぽいことができる。あーい、おおだこだ、お前これででででででー。オーマイガッシュ、ぶったらけ。時間を返せ。どうも皆さん、こんばんは、ゲイトと申します。今日も元気にロボトミーコーポレーションやっていきたいと思います。前回はですね、超序盤13日目で誰だっけこいつか大問題の大鳥さんが来ましたね。わお、こっちもわおで、まあ、4つ目のエリアかな、根作の、黄緑色のエリアを解放したところだね。うん。そっからやっていきましょうか。あれだよ、なんかよくわかんねえ、ちっちゃい子供が来たんだよな、こっちに。さあ、わお、綺麗な子供が来たが、こういうちょっとよくわからない系は、最強さんにちょっと行ってもらって、見ていこうか。なんか、マークされたら、こいつ以外触れないんだ。うわ、きつっ。なんだそれ。ずっと一応作業はできるから。あ、で、優秀だな。メンヘラくんだよね。なんかもう名前がさ、なんか、僕以外の人を見てるのみたいな。怖い。オッケー。おーし。5。わー、すごい。オール5がもう完成してきた。あ、やっぱあれだね。へえ以上のやつにやらせると、めちゃくちゃ上がるな。そこらのザインとかやらせるよりもめちゃくちゃ上がってくる。あー、どれでしょっから。この時が俺一番ワクワクすんだよな。一番楽しい。でも個人的にこっちがいいな。わあ、ほんとだ。え、かっけえ。え、すごい、なんか音が見た目的にも。あ、お前今なんかされただろ。なんか思いっきり床ドンしてきたって。でもチューされたってことはおそらく同じやつに行かせたらダメなタイプだ。作業結果は普通の場合、職員は通常確率。あー、はい。高確率で口づけされるの？不機嫌になって口づけしてくんの？どういうこと？おい、これいつ脱走するやつくんねえ。そんなことある俺一生ほどのさ、お願いさ達成できないんだけど。呪いだろ、もはや。怖いが、さすがにもうレベル5で固めてたら死にはせんか。あ、最強さんが一番強い。何これすげえ、銀河のこの武器、なんかマジカルステッキみたいになってる。よし。やばい、なんかそれっぽい。攻略部っぽいことができる。別に対してあとさ、俺さ、最近知ったんだけどさ、なんか、レベル別にさ、こう部屋に入った時になんかダメージ食らうらしいね。精神ダメージ。だからさ、ランク低いやつが強いやつとこ行ってミスってたんだ。おい、あ、これあれか、例のあれだ。高い勇気を持つ人だけが安全職員を救う。よし、では生かせよ、最強に。何これ。おお、すごい。何これ。お、音楽がすごい。あれ、模範。あ、てれててててーや。で、はあ、うわ、ちょっと待って。これ無限生成できるじゃん、もしかして。強い。確かにマイナスがない。なんかマイナスのデメリットみたいなの書いてないし、そもそも体力がまず単純に増えてる。精神、あ、死ににくくなった。これめちゃくちゃいいじゃん。これさ、もっとやらせるべこれさ、だからそういうことでしょ。こいつらにガンガンさ、やらせてってさ、凍らしてって量産していけば最強の軍隊が出来上がるってこと。これダコダは、あ、ダコダもついてる。よし、ダコダじゃねえ、イザベルついてる。じゃあダコダ、お前行ってこい。お前これダコダ、お前これなんかおかしいと思ったんだよ、ギフトなしって。そういうことね。あれ結構持ってかれるから、あれだ、精神力高いやつかホワイト属性の耐性高いやつじゃないとダメだ。でもこれで一応レベル5のやつは全員させて、で次の日に弱いやつらでもさ、ホワイト属性つけていきゃよくない？おい、これやばい、これやばい。ってなるとロンドンも凍らしたいな。ロンドン凍らしてー、ロンドン凍らしてー、てれれれっててー。はい、うお、昇進4名来ました。赤ん坊に彼が好きなブドウ味のキャンディが手に入ることを教えてあげてください。俺、あれなんだよな。なんか、バキで、キャンディーってやつが好きだから、これにしよう。バキでいたんだよ。キャンディー。ちょっと待ってよー。また来たじゃん、ワウが。なに？最近ワウしか来ねえ、この世界。うわ、なんだこれ。気持ち悪い。キモいの来ちゃー。領域展開か。だからレッドダメージ与えるけどホワイト回復するタイプか。でもこれさ、なんか特に何も書いてねえし、こいつめちゃくちゃあれじゃん、作業っていうかあれしやすいな。なんとか立ち回ればって感じか。脱走させなけりゃなんとかなりそうだが、一旦回復1。オーマイガッシュ、どうでもないことが起きている。あ、やっべ、来た。これが停電か。停電が起きている場所では魅了される可能性がある。一旦引け。やべ、登ってきやがった。オッケーオッケーオッケー。まずはね、さあ大問題が残ってる。どうしよう。今度はちょっとブラックよ。やばい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 。なんか変なのついてる、逃げろ。待って、怖っ。マジかよ。こう停電の場所でうんたらかんたらだから、こう部屋の手前来た瞬間に全員でぶっただけなんとかなんじゃないので、魅了されたらさ、これ何、即死でしょ多分。トン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 。はい、いけ。ぶっただけ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 。いけ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 。よし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 。こい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 。オッケーオッケーオッケー。おい、こういうことだろ。うわっ、マーク外れた瞬間に逃げる作戦。火力はあります。チェイ一丁上がりんご。勝ったぞ。パニックなくクリア。パニックも起こしてねえだろこれ。オッケー、お腹いっぱい。行きましょう。とこにいるんだ。じゃあ一人時間を返せ。もう全部ぶっ壊れてくれ。やばい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 。死亡パニックを出さずにクリアする。まあそれが俺の仕事なんで。これあれか、なんかチャージ溜まったらやばいタイプ。やばい。23232。ちょ、触らない。もうやだ。何なんか急に広々と。なるほど、ここへディファルトか。なにこれ、広。ちっちゃくなったらこれめっちゃ透明だった。目悪くなった気分。わあ、うわー、こっから本番感すげえ。はい、ということで、今回パート3、まあ長くはなりましたが、まあ職員もレベル上がってワウさんもね、2体になりまして、ギフトもねつけれて、まあ、なかなか好調な回だったのではないでしょうか。リセットも2回かね。なのでね、この調子で完全クリア目指して今後もやっていきたいと思いますので、次回もね、見に来てください。というわけで、今回の、動画はこの辺で終わっておきたいと思います。バイヤギー。